はい、ということで、あよいといです。あれなんですよ、ちょっと裏作業してましたら、襲撃イベント発生しまして、ちょっとね、前に掘り作ったのあるじゃないですか、あれが正常に作動するかを見ていきたいと思います。ちなみにもう1ウェーブ終わって2ウェーブ目なので、ちょっと途中からなってしまいますが、見ていただければと思います。これを、間違った、マルチじゃない、シングル、ですね、堀を作ることによって何ができるかって、まあ襲撃イベント発生してて、まあ村人は慌ててて、まあ堀をね、ゴレムちゃんはもうそのまま消化されちゃうんですけど、堀を今こう略奪者、まあ要はウェブで湧いたやつですね、流れてまして、まあこれを一周しているので、堀流れてしまえば、まあウェーブ終わってそのまんま、ウェーブじゃないや、ウェーブ始まって堀のルートに流れると、ここにね、堀の最終地点ここなので、まあ流れてくるんではないかなって思っております。村内に湧いてしまった場合ね、村人がピンチなんですけども、まあ村外に湧いているっていうのがあるので、まあ大丈夫じゃないかなと思ってるんですけど、まあ村っていうか湧きがね、よくわからないんで、襲撃イベントのね、ウェーブが始まった時の湧きがよくわからないんで、なんともなんですけども、まあでも流れるまでだいぶ時間がかかってしまうっていうのはあるけど、1ベーブはね、何もせずに、あれ確定でいけたんですけど、まあ落ちてますね。まあこんな感じで襲撃ゲージがガンガン減っていくっていう形で見れるかな。死んじゃったね。でもここの処理槽で確実に仕留めていくっていう、まあ、ドロップ品とかではなく、ここはね、単に焼き殺すだけの機能しか本当はつけなくて、まあドロップしたらいいなっていうのでね、やってるんですけども、まああと何匹だろうね。さっき襲撃イベント始まって1ベーブ目ね、湧くの待ってたんです。どこで湧くか分かんないと思って探してたら、いきなりゲージ消えちゃって流れてたみたいで、って言ってもね、上に引っかかってるね、これ引っかかっても落ちてくるよねって感じで、まあまああと2匹らしいんでね、のんびり落ちてくるのを待ちましょう。いるんでね、あと1匹ですね、落ちてくるかな。なんかすごい水抵抗がありますね。まあ落ちてきましたね。ということで、襲撃、次の襲撃始まるんで脇を見に行きましょう。自分で何言ってるか分かんないんだよね、実はどうなってこうなったかが分からない。まあ一応処理槽はモブをね、この襲撃イベント起こらないようにさせようと思ったんですけど、まあそれは難しかったのかなって。まあなんだっけ、牛さんが湧いたら、名前忘れちゃった、牛さんが湧いた時どうなるかちょろっと見たいんですけどね。まあ、基本的に攻撃なしでこんな感じでね、落ちてって流れてくんで、一応こっちにターゲッティングはしてるのかな。まあみんな自動的に水に乗ってくれるので、しばらく待ってれば、一応ね、こう顔は合うんですけどね、目線は合うんですけど攻撃されないので、まあ、近くに行ったら攻撃されるんではないかなとは思ってるんですけども、まあ、若干角が流れづらいっていう不安要素はあるけど、あそこで詰まるってことはないんでね、まあ、こういう処理の仕方もあるのかなって思ってます。ちなみに流れたかな？あんまり近づくとね、攻撃されるんで近づかないんですけど、
まあ詰まってるっていうか落ちないだけですね。ここの水流の終わりと次の水流に行く、びっくりしたびっくりした、あの次の水流に乗るまでの間が若干ラグいっていうか時間がかかったりとかしてるみたいですな。おお、攻撃された、飛んできたね。やっぱりあれかな、この平行水流だと上に1回上がるから見えちゃうのかな。どうなんだろう。まあこれは戦闘せずにじっくりと焼くっていう形になるんで、まあこうなんだろう、僕みたいに地上になんかこうね村人をこう溢れさせて、ゴーレムが変なことになってっていう、そういうなんか製鉄所を作らないのであれば、この装置いらないのかもしれないなとは思うんだけどね。幹線どこまで流れたかがわからない。どこだ今、あここ流れてる。んお前最後やっぱり角っこで詰まりますね。あいや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 、角っこで詰まってるのが見えちゃいますね。抵抗しますね、だいぶ抵抗するね。まあでも向き変えた時に落ちるみたいなんで大丈夫そうですけど、まああとはどうなんだろうな。のんびり流れてるね。ああんなに団子になってるのか今あれは落ちてくんじゃないかな、順番に落ちて処理されてますね。抵抗してるけど向き変えたら落ちちゃうね。あと1匹になりましたね。若干この堀なんですけども、前に配信かな、配信で作ってたと思うんですけど、まあちょっと簡単なただの水流の堀なんで、まあ、全部流れて処理されるだけで、雲トラップとか雲返しつけてないんで、雲返しつけてないんで雲に対しては全然このトラップ無意味なんですけど、トラップっていうか堀、まあそれ以外のモブだったら大丈夫なんじゃないかなっていう感じでいつも作ってるんですけど、あ牛さん来ましたね。あの牛さんがどう動くかっていうのがねちょっと見たかったんで、ちょっと様子見ましょう。角こ行くか。首がねどこまで伸びるかわかんないんでね、あれどうなんだろう、落ちるかな落ちないかな。村人、え村人、あ隣の村が多分襲われた村があるんですよ、すごい近くに。それもなんか今村人流れてきたんで、多分向こうも同じような現象になってるのかな。向こう無人になりそうだね。牛さんも問題なく流れてますね。この牛さん近づきたくない。まあ別に倒せなくはないんですけどね。それなんですけども、まあちょっとこのね全自動で処理してくれないかなっていう淡い期待ですね。ハスラちゃんも寄ってくる、一緒に流れる。まあ基本的なモブもね一緒に流れるんで、処理を見てこうかな。牛さんあんま近づくと首伸びてくるからな。
ゴーレムのあのアームより長いような気がしてて、あんまり近づきたくない。どうなんだろう、鼻がすごいかゆい。そんなことはどうでもいいってね。あー、ドキドキだな。ここら辺からなら首届かないかな。おー、びっくりした。まあ、モブも一緒に流れてって。牛さん、なんか早いですね、流れるの。お前ら溺れそうな気がする。ここの角で牛さんつまらないんで、流れるのは早いのかなって思いますね。まあ、ちょっと夜なんでね、モブがいっぱい流れちゃったからなんか予定以上にモブが流れてるけど、まあここからのんびり流れるのを見学しましょう。あの牛が落ちるかな。落ちそうだね。なんかでも水流流れてるから、ちょっと下見に行きたい。これでハスラの音がした。氷河の上跳ねてますね。ちゃんと落ちてる。ちょっとなんかいろんなモブが落ちてるけど、いけるみたいですね。まあ蔵も取れましたね。運良かったかな今のは。ということで、ナーウェーブメドル、これ十分いけるかな。手を下さなくても処理できるって感じなんで、村人をね、こうなんていうの、取引用に離して生活してるサバとかっていうのは襲撃イベント来た時に処理できないじゃないですか。製鉄所だったら大体なんか処理合わせたりとかすることできるとは思うんですけども、できない時にこの堀がやっぱり一番楽に作れていいのかなと思いますね。水流だからそんな危なくないし。うー、なんかえらいことになってんな。なんかえらい数湧いてるな。まあ、それでなんかね、この状態で特に村人を攻撃受けるわけでもなくって感じなんでいいのかなと。おー、瓶投げてきた。ちなみにですけど、これまあ水流っていうか、なんだっけ、製鉄所の水量は8マス中開けて、あの真ん中3マスでっていう感じの基本的な作りの周りに10マスゴーレムが湧く範囲を取って、その周りを基準に堀を作っております。ただね、なんか襲撃イベント何回かやってるんだけど、明かりがあるところにはなんか略奪者とか湧かないようなイメージあるんですよね。みんなあっち側から湧いてて、こっち側からは湧いたことないんで、多分村に近い、一番近い暗い場所っていう感じで湧くんじゃないかなって思っています。まあそんなに、なんだろう、試せるほど恐ろしくてこのイベントをできないっていうのがあるんです。ロバちゃん、何食らった？大丈夫？逃げよ。あれ、繋いでたっけ？お前、繋いでないよね。ちょっとこっちおいで。ちょっとロバがバフを受けていましたね。毒食らってたわけじゃなきゃいいけど、ロバがちょっとね、足らないんですよ。いなくて。怖い怖い。ラマはね、いいけど。いや、どうなんだろう。これ最後のウェブ？わかんないな。地道にね、この角をどうしよう。ちょっと待って、考える。一マス削ってもいいのかな。
乗るから落ちないから、落ちるようにしてあげればいいから、まあなんとか。でも流れてるからいっか。改良はもうちょっと後で考えて。あと2匹かな。自動でんとかで詰まってる。ここにいた。あんま近づくとね、敵によっては攻撃してくるのかな。ちょっと羊ちゃん見えない、見えない。攻撃してくるんで、あんまこう観察しに近くに行かない方が良かったりするんですけど、どうなのかな。あと2匹だと思うんだけどな。え、あれ入れて2匹、もう1匹どこだ。あれ入れないで2匹ね。もう1匹、もう1匹どこだろう。もう1匹いた。あれ、だだよね。え、カレンダーがそこ。あれ、もう一匹。ちょっと一回寝て、基本的なモンスターをさよならバイバイ。踏まれる。え、あと一匹をちょろっと探しに行きます。ちょっと出して。下手したらですね、近くに村があるんでそっち行っちゃったかな。ちょっと待って、あと一匹。いないね。だいたいここら辺に湧くんですけどね。先か。え、いないですね。あんまり、ほら、あんまりなんか他の村行くと、他の村で襲撃やった時に全然ガードできないんで。あ、こっちの村死んだかな。村人が歩いてない。こんだけ近いんでね、危ないんですけど。村人生きてるか。2人いるね。あれ、ゲージなくなった。どうなんだろう。まあ、こっちの村では襲撃が判定ないんで大丈夫かな。ただ製鉄所の村がどうなってるか。いるね、一匹。どこだろう。ちょっと処理場を見てくるか。非耐性なかったと思ったんだけどな。なんだろう、この位置って。探しましょう。どうかな、どうかな。開けてよ、開けてよ。
こいつですね。いましたね。非対戦ありましたね。ちょっと。ちょっとこやつを。非対戦あるのはちょっと予定外だったんで。どうしよっかな。まあ、あれを倒したら、次が来るっていうことなんで。まあいいでしょう。非対性あるのが分かればね。ということで、あれ違うよ。次のウェーブでも見に行きましょうか。よし。そうね。非対あれ登れない。非対性があるってなると困るな。またちょっと厄介なのいっぱいいますね。まあでもウィッチいないんで、ウィッチウィザードん？ウィッチか。ウィッチいないんで。みんな勝手に焼け死ぬと思うんで大丈夫かな。エンチャつけてる、怖いよ。届かないだろさすがに。ここまでちょっとあの肩車してもらってる子が怖いけど、うーん怖いね。脱出できる。あれ厄介ですな。牛さん、牛さん単体だったら脱出しなかったんだよね、さっき。乗ってるとやっぱり動きが機敏になるんで、その関係かな。でも、流れてしまえば、こっちのもの。やっぱ角詰まるね。まあ。段差がないんで縁なんでね、多分いけるんだと思うけど、あとで修理で、修理っていうかあとで新しくしなきゃな。あーそこで詰まるね。位置関係ずらせば、位置関係っていうかうまく誘導すればすぐ流れるのかな。脱走してる。またまあ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 、やっぱり山の方、山っていうか砂の丘の方から流れてくるんでね。まあまあまあ、じゅんぐりじゅんぐりに死んでいくんではないでしょうか。特に害が及ぶわけでもないんでね。いいかな。怖いな。撃たれそうで怖い。覗きたいけど撃たれそうで怖い。画面をなんだろう、角度変えて覗いたところで覗けるわけじゃないんですけどね。覗いちゃうよね。覗いちゃってどうしようもない気がする。詰まった？あー怖
ここはなんか嫌な予感が詰まってるね。なんで詰まってるんだあそこ。あ、流れた。流れちゃえばいけるかな。詰まりそう。大丈夫かな。流れたね。大丈夫だね。あと一匹がまたいる。どっかで声する。画面覗いちゃってダメなんだけどね。どこだ？流れてるよね。すごい抵抗してるけど流れてる。体勢がなければこのまんま流れてさよならバイバイするけど、やばいやばいやばい、なんかしてるなんかしてるえらい抵抗するけどな。どうだろう、落ちるかな。落ちて、落ちたね。で襲撃イベントまだあるの。処理だよね。びっくりした。こんな感じでね。ウェーブを終了すると、右上に、取引のね、取引が安くなるバフがかかってるんでね。まあ、ちょろっと取引しようかな。なかなかでも、あれかな、耐性持ってるやつがちょっとめんどくさいけど、そうそう、まあ出たらね処理しちゃえばいいだけなんで、それを考えたらまだいいのかなって。なんていうかな、処理的な意味、これで略奪者から村を守れるんであればまだいいのかなっていうのは思ったりする。ね、ただこう村人もね、ガラスの中に入ってそんなに外側に行かないっていうのが一番今ここあるんで、今のでもいいかもしれないけど、もし村人がなんていうかな、柵っていうかフェンスの近くまで行っちゃって、まあ召喚とかされちゃったらどうなるのかなっていうのはなかなかわからなかったりする部分が大きいけど、それでもあれかな、処理が、まあ牛さんがね、大きい牛さんが自分で処理しなくていいっていう意味では、今のこの堀でまだ十分って言えるのかなっていうのは思いますな。まあ言ってしまえば堀の中で焼けないタイプがいるっていうことは詰まるってことではないので、処理場がね、そこを考えるとやっぱり詰まってっていうか、こう処理できなくても、なんていうかな、処理できなくても一旦はそこで処理させて残ったのを処理するっていうのだったら一番安全にはなるんじゃないかなっていうのは思うかな。まあなんだろう、そのうちね、まあ必要か需要があるかわかんないけど、動画もね上げていければとは思うんですけども、ああクリエなんでやるとしたら別のところかなっていうのはあるけどね、別のワールドで作って説明用の動画を用意するっていうのが一番かなって思いました。こうやってね20個が14個まで減ってたりするんで、この時に取引するとねだいぶいただけますよっていうのが、なんて言ったっけこのバフ、
このバフがね、これだ、村の英雄っていうバフなんですけど、やると割とお安めに取引してもらえるよっていうバフなんでね、できるだけつけた時にこうアイテムを交換するのがいいのかなって思います。ということで本日はね、ここら辺かな、この動画はっていうことかな、この動画はここら辺で終わりにしたいと思います。まあ基本的に字幕とかはつけないんで、まあごめんなさいっていうのが大きいんですけども、まあ各まあ解説者の方とかがきっと優しく教えてくれると思うので、なんでこれ持ってるの教えてくれると思うので、そちらの方でやっていただければと思います。なんか村人がボーナス的にパンプキンパイとお魚5匹とお魚7匹かな、クッキーくれましたね。これなんだろう、多分村人が取引でくれたのかな、よくわからないけど、よかったです。ということで、お疲れ様でした。